川崎 Z900 カフェは2016年11月、イタリア・ミラノで開催された国際モーターサイクルショーでお披露目され、日本仕様は2018年3月1日に発表された Z900RS の派生車種。Z900 は、Z シリーズのミドルサイズのオートバイとして、Z750、Z800 と排気量を増やしながら進化してきたが、Z900 は、トップモデルの Z1000 から、 排気量を下げる形で開発が始められた。Z1000 の排気量 1043cc からボアを 77cm から 73.4cm としたことで、Z900 の排気量は 948cc とした。Z1000 は 220kg から 141ps に対して、Z900 は 210kg から 125ps。日本国内価格は、 Z1000 は115200円、Z900 は95400円と約20万の価格差があり、Z1000 とは明確に差別化が図られている。フレームは Z800 のバックボーン式からトレリスフレーム式に変更。フロントサスペンションは倒立フォークを採用。フロントブレーキはラジアルマウント式は採用されず、アキシャルマウント式である。 派生モデルである RS カフェ等とは違い、東海類は一般的な電球を採用しているが、テールランプは LED で Z をあしらった形状となる。先代の Z800 ではシムケチによって ABS 装備、非装備とあったが、Z900 からは ABS モデルのみとなった。生産国はタイ及び日本で各国への輸出はタイからとなっている。 Z900RS カフェは Z900RS にビキニカウルを装備したカフェレーサー風モデル。装備は Z900RS に順ずるが Z900RS。Z RS カフェは Z900RS よりややステアリング位置がやや低められている。また、ハンドル位置もスタンダードの RS よりは低い位置にマウントされており、色もブラック塗装されている。シートはカフェ専用のものとなっており、 スタンダードモデルより、シートコーンが 20mm 高められ、段付きのカフェレーサースタイルとなっている。カラーリングは2020年モデルは、ヴィンテージライムグリーンエボニーとファントムブルーの2色で、主要諸元等には変更はない。Z900RS 話題のニューモデルが、東京モーターショー2017で、ついに発表。川崎一番川崎 Z900RS、レビュー。 webcg 川崎 z900rsvsz900rs カフェ比較市場インプレッションヤングマシン。ありがとうございます。